はい、どうも石原でございます。こちら最新の低価格アンドロイドスマホオーキテル C50 というものなんですけども、こちら3万円ぐらいで買えちゃうスマホなんですけど、こちら iPhone 15 Pro Max 20万円以上しました。実際にこちらね、 C50 を iPhone 15 Pro Max じゃなくて、こちらを1週間使ってみて20万円以上するハイエンドスマホ3万円で買えてしまう低価格アンドロイドスマホ、これ実際実力のほどはどうなのか、使えるのかどうなのかみたいなところをね、ちょっと石原今回検証させていただきました。で、今回のこのアンドロイドスマホの C50 なんですけど、まあ、特徴スペックなんかを詳しくご紹介しながら、まあ総合的な評価も皆さんにご紹介していくんですけども、いやー思わぬ結末になってしまったので、ぜひ動画の方最後までご視聴ください。では早速やっていきましょう。はい、ということでこちらオーキテルの C50 というモデルなんですけども、低価格アンドロイドスマホという製品の位置づけになっております。で、価格なんですけども約3万円ほどで買えるモデルとなっております。じゃ、まずですね、デザインとかクオリティの面をちょっと皆さんにご紹介していきたいんですけども、この外観の印象としては割とパッと見高級感がございます。はい、なんかね、質感とかはプラスチック仕上げなんですけども、非常にねパッと見なんか高級ハイエンドスマホっぽい、印象を受けております。で、色の方がブラック、ブルー、グリーンと、まあ、3色展開となっていまして、重さなんですけども、これ 208g なんですよ。重さが非常に軽いんですね。で、高さと幅が、まあ、167.5×77.7 で 8.9mm となっております。で、持ち心地なんですけども、iPhone 15 Pro Max を使っている石原としては、208g というのは非常に軽く感じます。うん。で、持ち心地もね、この冷たさっていうのが、まあ、プラスチック素材なんで、冷たさっていうのがあまりに感じにくいんで、非常に持ち心地としてはね、まあ、いい印象かなという感じでございます。はい、で、ディスプレイなんですけども、こちら 6.8 インチで解像度が 1600×720 ということになっています。で、色の再現性なんですけど、特別に悪いこともないんですね。はい。非常にね、綺麗なディスプレイとなっています。はい。3万円とは思えないほど普通に綺麗。で、プロセッサーの方がメディアテックディメンシティ6100プラスというもので、メモリが8ギガございます。で、ストレージの方が128ギガとなってまして、で、実際ベンチマークスコア、Geekbench 6で試してみたところ、はい、このようになっております。シングルコアが679で、マルチコアが1897ということで、そこまで悪くはない。まあ、ただ低価格のスマホという位置づけなんだけれども、まあ、そこまで悪くないという印象でございます。で、実際にゲームアプリもちょっとね、やってみたいと思います。よーし。いいよいしょ。よいしょ。じゃあ。いやーっと。よいしょ。やーっと、はい。で、こちら、メインカメラと、まあ、フロントカメラあるんですけども、メインカメラの仕様は50メガピクセルとなってます。で、これ、サムスンの S5KJN1 というものを採用している。で、フロントカメラの方が5メガピクセルとなっております。で、実際の写真なんですけども、これね、いくつかね、こう、モードがございまして、ナイトモード、ポートレート、動画、画像を50メガピクセル美しさでモアのところにプロってあるんですけど、まあ、いくつかね、こうバリエーション非常に多いかなと思います。まあ普通に写真を撮りましょうということなんですけど、こんな感じの写真でした。いや、これね、割と綺麗なんですよ。非常にいいですね。このプロモードというのが、このね、ISO とか、
そういうものをね、こう、シャッタースピードとかっていうのを変えられるということなんで、低価格のスマホでカメラモードの中を調整できるって非常にね、カメラ好きにはたまらない性能、まあ、機能となっております。で、ビデオの方が、こんな感じです。手ぶれも含みつつ撮ってみましたけども、まあ、いかがでしょうかという感じなんですけど、いや僕がね、こう使った印象としては、使えますね、これは。50メガピクセルっていうのがちょっと、なんか悪そうというか、あまりこう、綺麗な感じではないなっていう印象はあるんですけど、いざ撮影したものをこう見てみると、割と使える。割と、まあ、カメラとしては、まあ、申し分ないような形かなと思います。ただもちろんね、iPhone 15 Pro Max なんかのカメラと比較してしまうと、それはもちろんね、見劣りはしますけども、まあ、20万円以上する、スマホと、まあ、こちらね、3万円台で買えてしまうスマホなんで、それはカメラスペック違いがあって当然なんですけど、まあ、非常に印象はいい、カメラスペックとなっております。で、バッテリー容量なんですけど、こちらバッテリー 5150mAh なんですよ。で、こちらの iPhone 15 Pro Max が 4420mAh のバッテリー容量となっているので、こちらの方がね、バッテリー容量多いんですね。あと、使ってるチップとか、まあ、使い方って若干変わってくるとは思うんですけど、僕がこちら1週間ぐらい使った感じだと、充電回数がね、まあ、2日に1回ぐらい、かな。やっぱりこれってね、ちょっとやっぱりガンガン使ってしまうんで、まあ1日はね、十分持つんだけれども、こちらの Android スマホの方がまあバッテリー容量とかも多いっていうのも一つあると思うんですけど、バッテリーの電池持ちに関しては、こちらの方がなんか全然減らないなという感じの印象を受けたので、まあバッテリー容量と使い方でちょっとやっぱ差はあるにせよ、こちらの方がバッテリー持ちは良かったかなという印象がございます。で、これ、USB Type-C のコネクタになってまして、これ高速充電サポートをしているので、バッテリーの充電速度も iPhone 15 Pro Max に比べるとやや時間はかかるものの、それなりに早かったです。で、ただね、こちらワイヤレス充電っていうのができないので、この USB Type-C コネクタに挿しての充電のみとなっております。このね、iPhone 15 Pro Max だとここはマグセーフ充電とかできたりするんですけど、こちらはできないということになっております。で、ソフトウェアと UI についてなんですけど、これ搭載されている OS Android 14でございます。僕は、まあ、iPhone ユーザーなんで、Android を使う時っていうのがそこまで多くない。で、今回、まあ、1週間使ってみた感じで言うと、これね、iPhone 使いでもちょっと使いやすい UI になってるなと。うん、ここに、こう、ボタンの配置がないんですね。こう、戻るとか、ホームボタンっていうのがまずない。なので、これ、基本的に iPhone と一緒で、こう、スワイプ操作なんですね。まあ、ホームに戻るならスワイプ。で、アプリを切るならこんな感じで、はい。持ち上げて切る。これね、iPhone 15 Pro と全く同じですね。はい。操作して、はい。こうスワイプしてホームに戻る。で、上に上げるとこんな感じでね、アプリが立ち上がるということになってるんで、ほぼほぼ同じですね。はい。まあ、速度的なものも含めつつね。まあ、こんな感じ。まあ、特別にね、こう多分見てる感じはちょっとスピード感がやっぱ違うかな。ちょっと iPhone の方がサクサクって感じはあるかな。まあ、でも動作的には同じなんで、使い勝手としてはね、まあ、iPhone ユーザーでも Android 14っていうのは、まあ、使いやすいのかなと思いました。はい。まあ、使っていて、実際にスワイプ操作ができるっていうのは、まあ、非常にまあ利便性が高いというか、うん、非常に使いやすかった。で、ユーザーインターフェースは、まあ、おのおの、このね、スマホによっては違うし、Android の OS のバージョンによって多少は違うと思うんですけども、まあ、基本的に Android スマホの良さっていうのは、Google ユーザーは本当に便利だなと思います。まあ、あらゆる Google サービスがね、紐付けて、Google のアカウントと紐付いて使えるので、非常にその辺はやっぱり利便性高いかなと思います。やっぱり僕もね、この iPhone 15 Pro Max 使っておりますけれども、やっぱり Google を使うっていうこともね、やっぱり多いので、ここに関してはね、やっぱ Android スマホの優位性という部分ではね、やっぱ Google アカウントを多用しているユーザーは、やっぱりこの Android スマホなんだろうなと
という印象を受けました。で、こちら、5G に対応してますので、もちろんね、ドコモとかソフトバンクとか au とかの 5G の SIM に対応しております。で、セキュリティに関してなんですけど、これなんと指紋認証もあります。で、顔認証もあります。で、その速度をちょっと見てほしいんですけど、ここ、はい。こちらに、スリープボタン、これ音量の上げ下げなんですけど、ここを押すと、まあ、スリープモードになります。で、ここに、もうそもそも、指紋認証が搭載されております。なので、爪の裏でここ押してしまうと、まあ、ホーム画面なんですよね。このままね。はい、こんな感じ、うん。ただ、はい、指紋を使うと、そのままロック解除と。まあ、ロックして、まあ、押した瞬間にもロック解除される。これ非常にやっぱ優れてます。で、もちろんこれ顔認証もあるんで、まあ、このままね。こんな感じね。まあ悪くないスピードかなということで、まあ指紋でも顔認証でもいけるっていうのは非常にいいかなと思います。で、スピーカーの性能なんですけども、ここスピーカーになってます。で、僕の動画ちょっと流してみます。でございます。前回の動画で、まあ、WWDC 開発者会議が行われて、まあ、iOS10。はい。まあ悪くないから。ただここなんで、こんな感じで動画見たときに、こっち、右側でしかこう聞こえないっていうのは、ちょっとね、やっぱオーディオの性能としては残念な部分ではございますけども、それはね、やっぱもう費用対効果というところがね、大きいかなと思います。ただ皆さん、見てください。はい、これ。ヘッドホンジャックがね、搭載されているんで、ちょっとスピーカーに物足りなさを感じるのであれば、もちろん Bluetooth のイヤホンもそうですけど、まあいいヘッドホンスピーカーを使うっていうのも手かなと。で、総評でございますけれども、iPhone 15 Pro Max というね、ハイエンドモデルを使っている石原の、まあ、ユーザー目線と、まあ、一旦これは置いといて、まあ初心に戻って Android スマホって、まあ実際どうなのっていう部分も、こうも含めて、まあ、両方のスタンスでちょっとお伝えしていこうかなと思います。まずいい点なんですけども、指紋と顔認証、この両方が搭載されてるってマジでグッドポイントですね。で、こちら、マイクロ SD のメモリーカードを使うことができるんで、ちょっと 128GB じゃ物足りないかなっていう時に、まあ、ここを使うっていうのはね、やっぱこれがね、iPhone にはないですよね。iPhone だとどうしてももう容量決められちゃってるんで、256GB を買って、ああ、容量足りないなってなったら、もう本体ごと買い直すか、まあ削除するか、まあクラウドに載せ替えるかみたいなところになってきますんで、ああ、容量足りないなっていう時に、こう増量できるっていうのはね、非常にね、これね、メリット大きい。これ Android スマホ全般に言えることだと思うんですけど、非常にいいと思います。で、ヘッドホンジャック。やっぱりね、音楽とか映画っていうのはヘッドホンで聞くと、まあ、臨場感だいぶ変わってきますから、そういったところに関してこの 3.5 ミリのヘッドホンジャックっていうのはめちゃくちゃいい点かなと思います。で、やっぱりね、ちょっとレビューのとこでもお伝えした通り、まあ、iPhone 15 Pro Max と比較しても、バッテリー持ちはね、非常に良かったなと。あ、充電やばくないかなと思ってもまだね、60% とか 50% ぐらいあったりして、非常に良かったです。で、カメラね、割とめっちゃ良かった。うん、まあ、50メガピクセルどうかなと思ったんですけど、まあ、割と使いやすかったというか、まあ、完成度というか、クオリティは良かったです。で、軽い。うん、208g とは思えない。まあ、プラスチックっていうね、素材の、まあ、メリット、デメリットはあるにせよ、軽いです。でまあ、本体もね、もちろんこのようにね、15 Pro Max と比べて若干大きいですね。6.8 インチなんで。若干大きいんだけど、重さはこっちの方が、まあ重さというか、軽さはこっちが軽いと。で、ケースとこれ保護フィルムこうついてて、で、ケースも備え付けがついてるんですね。このように。まあ、すぐ使い始めたいっていう人にはね、非常にいいかな。まあ、ただね、これね、ちょっとね、指紋がべちゃべちゃついてしまうっていうのがちょっとあるんで、まあ、このケースはね、あんまりおすすめしないかなという感じです。はい。で、価格が安いということになってます。はい。そして気になる点についてもね、ちょっと皆さんにご紹介していきたいんですけど、まあ、使っていてあれって思う部分もありまして、まあ、まずね、
NFC をサポートしておりません、点点点ということなんですけど、NFC ってね、もう結構ね、日本でも割と、まあ、使ってる人多いというか、スタンダードだと思うんですけど、まあ、それが搭載されていないっていうのはちょっと残念なポイントかなと思います。で、防水でもないんですね。はい。防水でもない。まあ、水場、お風呂場でやっぱこうスマートフォンを触るっていう方もね、いらっしゃるとは思うんですけど、僕の場合もね、iPhone 15 Pro Max をこうお風呂場に持ち込んで、まあ、ちょっと動画見ながら髪洗うとか、まあいろんな使い方あると思うんですけど、こちら、ちょっと、まあ、生活防水ぐらいはできるかと思うんですけど、ジャブジャブとね、水をこうかけたりする環境は、うん、ちょっとダメですね。はい、こう防水なしなので、その辺がちょっとやっぱりこう気になるかなと。で、やっぱりね、その軽いっていうのは正義なんですけど、安っぽさあるかなと。まあね、ちょっと今ね、指紋とかベタベタついてますけど、まあプラスチックなんでね。まあちょっとやっぱりね、ちょっとカメラのゴージャス感ちょっとありますけれども、まあ iPhone 15 Pro Max に比べると、まあちょっとね、高級感というか、ものはあんまない、やっぱり安っぽいかな。まあ取ってつけたみたいな。そんな印象がね、やっぱこう使っててありましたね。はい。で、スリープ時に、こうね、スリープされた状態で、こう画面を触っても何にもならないっていうのはね、やっぱちょっと残念かな。こう、やっぱこうって触るとついたり、で、このままスワイプいけちゃったりするんですけど、やっぱこの Android っていうのはこう、つかないんでね。顔認証行こうと思ってつかないんで、一回スリープ解除して、顔認証、もしくは指紋認証で行くと。この状態で画面がつかないっていうのはなんかこう、おっとっと、みたいな、おっとっとっていうのはいけない。だからもうここを持つという癖をつけないといけないっていうのが、やっぱ一週間も使ってね、やっぱここに手を置くっていうよりかも、この iPhone だともうこのままスワイプ操作なんで、こう持ち上げた瞬間に画面がね、こんな状態ですけど、こんな状態でこう持ち上げたら、はい、こんな感じなんで、スワイプなんですよね。しかしこちらは、はい、もうここを絶対にこう押さないといけないと。ここはやっぱ一個使いづらかった。一週間経ってもまあ、あんまり慣れなかったかなという感じです。で、最後、これ結構重要ポイントかもしれませんけども、iPhone 15 Pro Max ね、これね、ブルーチタニウムって色。で、こちらはね、ブラックっぽい、ちょっとスペースグレーっぽい色なんですけど、まあね、ちょっと、なんて言うんだろう。まあ、iPhone にちょっとデザインのパクリ感があるというか、三眼とかね。三眼とかちょっとパクリ感が、ちょっとね、ある。このライトの位置とかね、もう同じだし、カメラの配置も、まあカメラこっちでかいですよ。まあでかいんだけども、まあ、性能はもちろんこっちがあるんですけど、まあちょっとその辺がね、ちょっと残念かなということです。はい、ということで、はい、こちらのオーキテル C50。これ結論というか、まあ、総評を皆さんにご紹介したいんですけど、これ、意外と普通に使えて満足度高いです。満足度高いです。普通に使えましたからね、もう。iPhone 15 Pro Max 20万円以上かかってます。で、こちら3万円。普通に使う分にはもはやもうこういうね、スマホで、まあ大きての C50 含め、格安スマホ。まあこの C50 がだから使いやすかったっていうのもあると思うんですけど、3万円の値段で買えるっていうのは、ちょっとね、満足度高いです。3万円ってね、安い。うん。めちゃくちゃ安いから、そこ前提で考えるとね、めちゃくちゃ満足度高いですね。これは。だからカメラとか、その、まあ、ワイヤレス充電とか、ちょっとスピーカーとか、その、まあ、細かい、その、ハイエンド機種じゃない部分は、こう、目をつぶってみると、まあ、普通にアプリケーション使えるし、SNS も使えるし、YouTube も見れるし、電話ももちろんできるわけで、なので、非常に満足度が高い。オーキテル C50! いいですねという結果でございます。まあ、これね、ちょっとなんか格安スマホ使ってみようかなと。まあ、そろそろスマホ買い替えたいんだけど、ちょっと安いのないかなっていう方は、ぜひ概要欄よりこちらのリンク貼っておきますので、まあ、一度チェックしてみてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回のドアで。